YouTube 聖書神学校の支援の学びの時間となりました。今日は、支援の93編です。では早速、支援の93編をお読みいたします。聖書の新改訳の聖書の、支援の93編ですね。はい。支援の93編、主は王であられ、御髄をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は常しえから固く立ち、あなたは常しえからおられます。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。山は轟く声を上げています。大水の轟きに勝り、海の力強い波にも勝って、糸高きところにいます。力強く、糸高きところにいます。主は力強くおられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にふさわしいのです。主をいつまでも。はい、感謝いたします。聖書の支援の93編でした。では早速学びに入っていきます。はい、石黒先生の支援の93編の学びです。はい、93編。ヤウェの王座は永遠に、神への依存を悟る。概説、モービンケル・シミット氏らはこの支援を、47編、96から99編などともに、主が王であることを祝うヤウェの即位式の支援と分離した。ダンゲルはさらに加えて、そこに、終末論的な響きがあるという。しかしながらメソポタミア地方においてその主の祭りが新年祭の一部を成したことは確かとしても、マルドクが王となった、古代、キントンテキスト66ページ、それがイスラエル王国にあったとする見方は完全な支持を得ていない。クラウスらの反論、関根正雄などは即位式の歌の形式を接収しつつ、終末的な信仰が力強く語られていると見る。支援仲介下にいずれにしよう、内容的に明らかなのは自然界の秩序そのものの素晴らしさではなく、全てを支配する主の王権を称賛している点である。この支援の成立時期はおそらく保守期以後であって、現実にはそれほど勢力なかったイスラエルが神の永遠の支配を信念を持って告白した支援と見られる。五節に神殿の存在を反映する表現があるが、第二神殿を思い描いていると見られる。趣味な伝承によれば、この支援は安息日の前日に用いられる。七人訳も同様、取り上げられるテーマはイザヤ書後半と通じるものであるが、相互に依存の関係を持つとまでは言えない。ヘブル語聖書マソラ本文には表題がないが、七人訳、シリア語訳などはダビデの名を記す。とはいえ、その理由は明らかではなく、妥当性にも乏しい。中核、注釈、1、2節、主の王座、一節で主は王であられと翻訳される2語の子音部分は、名詞的に主は王であるとも、動詞的に主は王となった。完了時世、参照第2サムエル記15章の実節、アブシャラムが王になった。第2列王記9章の13節、エフは王である、あるいは主は支配する、現在あるいは普遍の事実を述べる、主は王となられる、有限的完了、つまり未来とも翻訳できる。支援の96編10節、97編1節と同様、神の即位式の仮説を支持する人たちは第二の役を好む。しかし聖書全体の思想からすると、主ヤウェは世界創造の昔から永遠の未来にまで王権を掌握しておられる。それを放棄されたことはない。故に第一か第三の理解が適当であろう。そこには現実的に完全な
世界統治が具現化される終末への期待が包含されている三つとは異言のこと。二節、王の神の王座と主権は古から、つまり世界が存在し始めた当初より確立されている。それを覆すものは何もない。三節以下。三から五節、創造主なる主。この段階に描かれている川、大水、共に複数形は、メソポタミアの創造伝書、マルドク神が、テアマトを征服する、エヌマ、エリシャなど、あるいは、ウガリット神は、バール神は、海神、ヤームと戦う、に似て、原初の混沌の勢力を思い起こさせる。三章、創世記一章の一節。その勢力は、現れ方は変えたが、ポイントまで活動をやめようとしない。しかし、ヤーウェイは、そのすべてに勝って力強い。五節の証は、神の定め、教え、立法を指す、誠に確かとは、信頼して身を委ねることができる。とのいい、ここに、19章の七節、の、ここに19編の7か11節の予約があると見てもよい。聖なることとは、民が神の清さにふさわしく整えられること、あるいは神の聖そのものと理解できる。現代の敵よ、キリスト信仰の特徴の一つは自己への固執からの解放である。ギリシャ語で私のことをエゴと表すところから、自己中心主義はエゴイズムと呼ばれる。この93編は全く逆に、我を忘れて、主ヤウェに思いを集中した支援である。主はあなたの御座は、あなたはあなたの証と語られる。私は背後にとどまり、神の姿のみが前面に出てくる。作者がどんな状況でにあったのかわからない。喜び、試練、悲しみ、苦難、3、4節の轟く声を上げる川、大水の轟きなどの表現から察すると、人生が転覆しそうな事態を経験したのではないか。しかし、その恐れの内にある事故を押しとどめて、王なる主に思いを集中する。力に限界のある自我に閉じこもっては霊的な祝福を得られない。むしろ救いの源となるヤウェに期待すべきである。イエスが教えられた祈りにおいても、皆の栄え、御国の到来、御心の実現をまず祈ることが示されている。マタイの福音書6章の9節と10節。主に集中すること、それが信仰の基本である。主は、とある本支援の、テーマであるこの2号は、主は王となったとも、主は王である、つまり支配しているとも、主は将来王となれるとも翻訳できる。3つのニュアンスを1つに限定するのは難しい。むしろ過去、現在、将来 に一貫して揺るがないヤウェイの王権が祝われていると解釈するのが良い。モービンゲルはこの宣言の背後にヤウェイの即位式という祭りがあったと、主張するした。その説の正当性はともかく、民主主義を最高の原理と見る今日の一般的な日本人が王の概念を正しく把握するのは良いではない。この点では、歴史に長く王政に親しんできたデンマーク、ノルウェー、スウェーデンといった北欧に王権についての熱心で洞察に富む論議がなされてきた。その中で特に、エングネルに代表される、サポラウプサラハ学派の神王子孫が目立っている。 C.F. ビスロフの現代神学小史命の言葉者の不説括弧にゲール・ボアスの北欧の神学2を参照、 2を参照。王は絶対無比の主権を持つ。俗に表現すれば、王は何をしてもよい、何をしなくてもよい、ただ正義が行われることに責任がある。有名な実戒もまた、王から臣民への布告になぞらえてみるとき、最も理解できるように思われる。勅令の詔勅への服従は王の民の一人、王の民の一人であることの証、証拠であると
みなされる。王なる主のイメージは世界の創造主の概念と密接に結びついている。世界の万物は神に創造されたものである。主の王座は永遠の昔より確立している。ところが日本人のキリスト信仰の弱点は天地創造を正しく把握しきれない点にあると指摘される。この概念は創世記の始めよりヨハネの黙示録の締めくくりまで聖書の一貫した主張なのに、それが欠落 している。代わりに信仰者の情緒が王座を占めている。それはキリスト信者でなく、シラエル・シラエル・マッハ信仰者である。どんな事態、どんな出来事、どんな不幸、どんな幸福が訪れるとも、ヤウェは主、神は神である。一切はその主の手中にある、私は完全にこの方に依存している。日本的キリスト教の欠陥はこの客観的依存症の忘却にあると言えないだろうか。もしそうだとすれば、罪の根本が癒されていないのだ。情緒に偏った信仰は浄土真宗とほとんど見分けがつかなくなってしまう。カール・バルトも指摘する通りである。キリスト教的プロテスタント的恵みの宗教は、それが現に恵みの宗教であるがゆえに真実の宗教であるのではない。もしそうだとすれば、その同じことは当然のことながら、また浄土教についても言えることになるであろう。まことにキリスト教宗教の真理は、ただそれだけが我々の宗教の真理を成り立たしめている神の啓示の実在の、そう内容としてのこの名、イエス・キリストの啓示的な全くの、単字書の中にだけ含まれる。教会教義学217から3。感謝いたします。石黒先生の93編の支援の学びでした。また次回の支援の学びでお会いいたしましょう。マスターとした主役です。パッションプレイズ、シャロム、バイ。